こんにちは、普通のサラリーマンです。本日はルーフスポイラーの取り外しをやっていきたいです。コメントいただきまして、いつも拝見させていただいておりますと、ハイマウント、リアドアの上にある羽みたいなやつは外すことができるのでしょうか。ドライブレコーダーのリア用カメラをハイマウントストラップの後ろ側に貼り付けたいと考えているのですが、ハイマウントのところで室内側から外へカメラ用配線が出せるのか含めて検討していただければ幸いです、ということで、こちら、外してなおかつ配線が中に入れられるかどうか、こちらの方を確認していきたいと思います。それで今回、こちらの部品外すにあたりまして、内張りを少し剥がすのと、あとはネジを外していきます。まずは内張りを剥がすために、内張り剥がしですね、こちら。それと10mmのソケットが必要となります。それとこのルーフスポイラー外しますと、左右が両面テープで止まってます。ですので、両面テープを断ち切るための紐。今回私が手持ちで持ってるこちら、PP テープを、PP バンドを裂いたものなんですけど、こちらで、両面テープ切るのもいいんですけど、正直これ切れなかったです。ですので、カー用品店さんとか、あとホームセンターさんなんかで売ってるんですけど、エンブレム剥がしっていうのがあるんですけど、そちらに強力な紐がついております。もしくは、釣り糸とか、そういったもので、ナイロンの紐ですかね。ナイロンの紐などで、断ち切っていただくと良いと思います。でも、その買いに行ってる時間ないので、私はカッターで、両面テープを切りました。全然おすすめしないんですけど、ちょっと致し方ないので、今回はカッターで切断しました。あとは途中配線をちょっとまとめる必要があるので、配線をまとめるためにマスキングテープを利用いたします。それではまずバックドアの内張り、上側だけ外します。こちらで外すことができました。それでは続いてこちらとこちらのネジのカバーを取ります。もう簡単に手で外すことができます。こんな感じのですね。これで外すことができました。それでカバーの方が外せましたら、この中の10ミリのボルト、で反対側にも10ミリのボルトが入っております。ちょっと映像で映ってるか分かんないけど、この奥にそれぞれ10ミリがあります。でなおかつここですね、ここに1箇所、ここに1箇所ということで、計4箇所のネジとボルトを外していきます。あらかじめ緩めてあるので、手でちょっと回していきます。ボルトはこんな感じのですね、こういった形です。これで4箇所外すことができました。それでこちら、間違って中に落とさないようにちょっと気をつけてください。手の届く範囲だったら良いのですが、ちょっと中に落としてしまうと取るのがめんどくさいかもしれません。それでは続いてこちらと、ハイマウントストップランプの配線と、あとウォッシャー液の吹き出し口の配線がこちらに来ておりますので、こちらを外していきます。まずハイマウントストップランプですね。つまみをこうつまんであげて外します。ここのつまみをつまみます。で続いてこちらウォッシャー液、こちらをつまんで抜きます。それで垂れてこないとは思うんですけど、ちょっと念のため垂れたりしないように
マスキングテープでウォッシャー液の口を閉じてあげます。で、こちらのこのガイドから外しまして、まあ、こちらですね。で、これとルーフスポイラー外しますと、こちらこう中に入っていくんですけど、まあ、途中で引っかかったりすると怖いので、マスキングテープでちょっと巻いてあげます。こういった形で向こう側にこう、まあ、引っ張ったとしてもスルスルと抜けていくような感じで巻きます。これで中の方外せましたので、あとはこう結構パカパカっていう状態になります。でもこれで全然外れることはないです。さらにここに両面テープがあるんですね。こことあと反対側、ちょっと別で画像を差し込ませていただくんですけど、これちょっとこのルーフスポイラー持ち上げてあげますと、白くてグニュグニュしてる両面テープが見えるんですよね。で、それを切ってあげる必要があります。で、まあ、それを切るために、まあ、一般的にはやっぱり糸ですね。糸で切ってあげるのが便利です。まあ、私の場合ちょっと今手元に道具がないので、こちらタイラップですね。タイラップに糸を通してあげて、これで糸を通すことができました。で、これを逆側から持っていってあげて、こんな感じですね。これでこの両面テープをこう、両面テープを切る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 と切っていきます。まあ弱いのでこんな感じで切れちゃうんですよね。ですので私の場合は、まあ本当だったらここで切れればそれで話はおしまいです。でも手元に強力な糸がないので、このような形でマスキングをしてあげて、カッターの刃を差し入れて切ります。まあ、これでスポイラーをこう持ち上げながら、こんな感じで刃を入れて切ります。で、これはもう本当に最終手段だと思ってください。鏡にもスポイラーにも傷つく恐れがかなり高いので、まあ、よっぽど何か事情がない限りは、カッターで切るのはやめといた方がいいです。それではこちら、この端っこの両面テープ、助手席側、運転席側、間違いなく切断できたことを確認しましたら、あとはピンが3箇所ありまして、それを外します。真ん中に1箇所、あとこちらとこちらと真ん中を基準にして、端から真ん中、真ん中を基準にして、端からまた真ん中、1、2、3箇所、この下にピンがあります。で、このピンを意識しながら引っ張ります。で、結構硬いので気をつけてください。こんな感じで外すことができました。ちなみに、ちょっと力じゃ外せないっていう時には、まあ、プラスチックの内張り剥がしで、ちょっとワイパー、それではワイパーの方を規定の位置に動かす手順といたしまして、こちらエンジンスタートボタンを2回押します。そうすることによってとイグニッションがオンの状態になります。で、この状態でワイパーを動作させます。で、と
良きところで、これで取扱説明書通りの場所でワイパーを停止させてください。で、この真ん中を意識して内張り剥がしを差し込んで起こします。そうするとこんな感じでこういった形で外すことができます。それでは外したスポイラー見ていきましょう。とここに一箇所のネジ、ボルトですかね、ボルトで、ここは二箇所目のボルト、三箇所目のボルト、四箇所目のボルトで、最終的に固定されてたここのピンと、ここのピンと、ここのピンで、このピンが硬いんですけど、プラスチックなんですよね。なんかほんと折れてしまいそうで、ちょっと怖いんですけど、まあこちらのピンで止まってます。で、あとは、両面テープがここですね。おっと、ふわふわした両面テープになっております。それで外した状態のルーフ見ていきたいと思います。こちら、上にネジ。で、ここが両面テープ。で、クリップの刺さってた場所。ネジ。クリップ、ネジ、あとこれがとウォッシャー液と、あとハイマウントストップランプの配線が通ってた場所ですね。カメラの配線なんかはもうここから通してあげれば良いと思います。で、ピンが刺さってた場所で、ネジですね。ちなみに外した感じを遠くから見るとこういった形になります。それではこちら戻していきたいと思います。とこちら戻すにあたりまして、両面テープ先ほど切断しましたので、きれいに剥がしてもう一回新しいのをとつけてあげます。で、ちょっと今ちょっと時間がないので、このスポイラー側はまだ半分切れた状態なんですけど、まあこのあたり両面テープ貼ってあげてくっつけてあげます。これはちょっと後でやり直したいと思います。とで、こちらですね。こちらを入れてあげまして、この3箇所のピンの位置を合わせてあげましたら、押し込みます。これで、とりあえず固定の方ができました。それではこちら配線が中に来ましたので、こちらですね。こちらウォッシャー液の配線と、こちらつなぎましたら、こちらに戻してあげます。で、あとこちらに配線を挿していただいて、こちらで完了です。それではこちら配線の方つなげましたら、あとはもうボルトを戻していくだけになります。で、手で締めましたら、最後少しだけラチェットで軽く締めてあげます。こちらで取り付けができました。で、あとはこちらのカバーですね。しっかり入ったことを確認します。で、最後内張りを戻していきます。これで戻すことができました。あともうワイパーは戻すことを忘れずに、
それでは本日の動画いかがだったでしょうか。私過去にまあこの車じゃないんですけど、まあ、2、3回しかルーフスポイラーって外したことないんですけど、ベルファイアのルーフスポイラーはちょっと寒くて口が回らないんですけど、ルーフスポイラーは簡単ですね、取り外しが。ネジとあと両面テープが本当にちょこっとしかないですので、私が過去に外したルーフスポイラーって両面テープでびっちりくっついてるとかそういったのって全然ありますので、まあ比較的難易度は低いかと思います。それでは本日は最後までご視聴ありがとうございました。